中新網の報道によると、最近になって、重慶市の夫婦が600元で購入した20キロの豚肉を自宅に持ち帰り、食塩で桶の中に漬けておいた。この豚肉は、塩漬けの過程では、何ら異常は見られなかったが、翌日の早朝になって、桶の中で豚肉が青白く発光。さらに、この豚肉をよく洗浄してみたが、豚肉は依然として発光し続けているばかりか、洗うことによってさらにはっきりと発光するようになってしまったという。リンを含む飼料の過剰投与が原因か、現在のところ大陸食品薬品監督管理局はこの豚肉を検査しているということだった。これについて海外のネットユーザーがコメントを寄せている。発酵組織を中に取り込んでしまうなんてすごいな。高価格豚肉だ。くだらないぞ。パソコン用のメガネをかけてれば大した問題じゃない。中国人って本当そこがないな。これ PS4 に使えるかな。農産物を全面解禁にしたら、台湾でもこの青く光る豚肉を食べることになる。中華一番って本当だったんだな。この豚肉は多分アバターの惑星の住人の血を引いてるな。晩飯食う時に照明つけなくていい。こんな食べ物はお願いだから入ってこないでほしい。これ食べたら MP 回復できそうだ。光るお肉なんて見つけたら普通は食べようとしたりしないよね。これでパソコン用メガネがパクれですね。